こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。というわけで、スターフォースポケットをやっていきたいと思います。まずは本日3月3日ひな祭りですね。まあ基本的にあんまり関係ないんですけど、名称天元か。シンガリ人気のマイネルオフィールが V、 いやーこれは穴になりますよね。で、事務所に行ってみましょう。いつも通り神社でおみくじを引きます。いきなりラッキーバヌシ当たったよ。奉納もしときましょう。さあ入球です。今6月を2周です。今回レースは、宝塚記念ですね。こちらに登録してまいります。それなりには結構危ないな。ディープインパクト成田センチュリー、ディープかー、強いなーっていうわけで、だからむしろ WBC に出られれば、なんかそっちの方がチャンスあったりするかもしれないしな。まあ元まだ牝馬限定戦でしか勝ってないです。なので一応距離合いそうなこのレースでディープインパクトにいい勝負できないと、まああんまり意味がないとも言えます。まあそういう意味では力試しの競争ですね。今普通に見て、これ馬体が増えればってことは、でも普通に調教やってもこれ距離が足りないし、馬体重が足りないしな。この辺出ても610キロとしたこの辺は試されないってことになる。さあこれでどうだろう。あ、510キロがベスト体重ですね。では行ってみましょう。一番人気ですね。お、なんとディープインパクトいるのに 1.2 倍のダントツを一番人気ですよ。いやー嘘でしょ。これディープインパクト、こういう方向で向いてますね。 5.3 倍か。だから意外と差がないんですよね。印もグリグリです。一応グリディープインパクトをターンだけ買っとくか。はい、というわけでじゃあレースやりましょうか。相手探しでなってますね。発想立山シルクフェーマスか。コスモバルク、ダイワメジャー、ナイタセンチュリー、カンパニー、リンカーン、ハットトリック。
東海カムカムバースオブゲームか。ディープヒットになかなか馬が揃ってますね。ディープインパクトが大きく出遅れたぞ。なんと意外な流れ。さあコスモバルクかな、シルクヘイマスかな。今どこにいるんだろう。我が馬、我が片尾トルコライスは中段ですね。いつもの中段。ディープは大きく離れまして最後方になりました。基本的に出遅れた巻き返し効かないというのがこのゲームですからね。ディープは大きなハンデを背負ってしまいました。展開もそんなに早くないですしね。この辺が案外残ったりするかもしれない。ディープはまだ上がってこれないしな。リンカーンカンパニー、さあどこで仕掛けるか。片尾トルコライス、まあ、残り700、ゆっくりは上がってきてますが、さあここでディープインパクトも仕掛けていったが、まだ上がりきってない。うわすごい勢いだな。ディープこれ一気に抜かされるかも。さあ一気に加速していく。ディープも外から来た。さあここで謎のストップ、先頭に踊り出て完勝ですね。ダイワメジャーですかね。2着は一気につけるか、突き受けるかと思ったんですが、ディープ止まってしまいました。片尾トルコライス宝塚記念セアです。お、距離適正広いですね。1800から3400というふうになかなかの力を発揮してますよ。これは楽しみ。放牧ですね。次もう WBC に行きましょう。さあクエスト達成ということで、いやーなかなかいい内容の競争だったですね。というわけでこの宝塚記念ディープインパクトが出遅れたとはいえ、抑えて完勝いたしました。これですね、今後また楽しみになってきそうですね。はい、次は WBC に制覇しに行きたいと思います。応援よろしくお願いします。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。またこの動画最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されますので、
お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。はい、この相葉の姿を見ながら、お別れしたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。